皆さんこんにちは、ルイです。今回は1周年記念バージョンのイサギとバチラのスペシャルサポートカードが登場したんで、性能やガチャを引くべきかなどについて話していきたいと思います。まずイサギとバチラのサポートイベント傾向は賢さ系になっていますね。前回のアップデートで賢さが試合でかなり重要になりました。チームメンバーの賢さの最大値が高いほどゴールを守るブルーロックマンの能力が上昇、つまり一人でも賢さが高い選手がいれば試合で相手に点数を取られづらくなりますね。それでは早速性能を見ていきましょう。練習能力は初期テクニックアップ、初期賢さアップ、練習時賢さアップ、賢さ固定ボーナス、スペシャル発生率アップ、イメトレ時スペシャル発生率アップ、練習時テクニックアップ、イメトレエクストラボーナス2段階 35%、 そして練習時賢さアップ 20%、 スペシャルレクチャー時ボーナス 100%、 さらに C ゾーン赤突入率アップ、前半練習参加時限定 5% になっています。今回のサポートカードはハロウィンサポートカードの時みたいにレベル80で3つの練習能力が解放されますね。しかも自分の記憶が正しければサポートカードでのスペシャルレクチャー時ボーナス 100% はこのカードが初めてだと思います。練習メニューカードはイメトレの黒赤、ドリブルトレーニングの白赤、そして1周年記念の練習メニューカードが登場しました。このイメトレの1周年記念カードは金の6倍のステータス上昇、しかもコンディションエクストリームやアウェイクニングの時はコンディション消費がなし、さらにこの1周年記念カードは練習実行時にコンディションアウェイクニングエクストリームでない時にコンディションを大回復し、アウェイクニングかエクストリーム状態に突入するみたいですね。つまりベスト以下で休息するとエクストリーム、エクストリーム以上で休息すればアウェイクニングになるということでしょうか。ちょっと書き方が曖昧なんで、もしかしたら運もあるかもしれません。さらに練習を行うことで確率でターン延長権利も獲得できるみたいですね。そしてもう一つはこのイメージトレーニングのお正月カードはナギが持っているお正月カードと同じですね。金の5倍アウェイクニング確定、そして確定でターン延長権利を持っています。今回のサポートカード無凸でイメトレの黒赤、そして65でドリブルの白赤、そしてレベル100で1周年カードとお正月カードが解放されるめちゃくちゃ強い性能になっていますね。特殊能力はラストマッチ2戦目勝利後に確定で2ターンのターン延長権利がもらえるみたいです。さらにサポートイベント5-3では金のコンセントレーションが確定で発生し、さらに確定でコンディションがアウェイクニングになるみたいです。レベル80以上にするとトレーニング開始時から中間試合1開始時までの間、赤のコンセントレーションゾーンの発生率がアップするみたいですね。毎度毎度そうなんですけど、この1周年記念バージョンのイサギとバチラのスペシャルサポートカードめちゃくちゃぶっ壊れてますね。練習時賢さアップも2つ持っていて、スペシャルレクチャージボーナスも 100%、 さらにイメトレ発生率アップ、エクストラボーナス、賢さ固定ボーナスも持っていて、賢さをとにかく伸ばしやすいサポートカードになっています。ちなみにこのサポートカードは1周年記念バージョンと書かれているんですけど、周年ナギと同じくガチャ開催期間終了後に工場ガチャに追加されるみたいですね。つまり限定ではないんで今すぐ凸を進める必要はないです。とりあえず賢さを伸ばしたい人、賢さの手持ちが強い人はこのカードの100レベル目指していきましょう。そしてついに不具合解消、一部インスピレーションによるコンディション変動、一部サポートカードの不具合が修正されましたね。アウェイクニング状態でコンディション回復系のインスピレーション付き練習カードを実行すると、本来アウェイクニングを継続できる状況であってもコンディションがエクストリームに突入することがある、これなかなかにだるい不具合だったんですよね。せっかくアウェイクニングになったのにコンディション消費しないカードを踏んでもコンディション回復中っていうインスピレーションがついているとエクストリームに落ちてしまうという不具合があったんですけど、これがやっと修正されたみたいです。そしてお詫びとしてファーストアニバーサリーデラックスガチャ12連を1回無料で引けるみたいですね。さらにイサギとバチラの集中トレーニングミッションも開催されました。この集中トレーニングミッション編成はまた次回の動画でアップしようと思います。そしてトレーニング強化キャンペーンで中間試合に終了時に金のCゾーンに突入する選手たちがかなり増えましたね。
対象選手たちはこんな感じになっています。これもしかしてトレーニング強化キャンペーンで最初からアウェイクニングってやつ終わっちゃったんですかね。まあその代わりに金のシーズンが確定っていうのは確かに強いんで、今育成するならここにいるキャラたちを育成するのが良さそうですね。そしてこっそり一部選手カードのバランス調整来ました。対象選手はガチャイサギ、覚醒イサギ、ニコ、キュウリン。サポートカードは革命の始まり、覚醒の一歩、消える匂い、ブルーロックの真実ですね。ガチャイサギは成長率がかなりアップして、さらにレベル65で所持していた黒のイメージトレーニングが黒紫のイメージトレーニングに変更、練習能力も常時賢さアップ最大 10% が追加されました。そして覚醒イサギはレベル100で所持していた黒カードが黒赤のイメトリに変更、さらに常時賢さアップ 10% とスペシャルレクチャージボーナス 35% が追加されました。そしてまたまた2個の調整来ましたね。レベル100で所持していた黒のイメトレカードが白紫のイメトリに変更、これやばいです。2個めちゃくちゃ強くなりました。さらに練習能力の調整でイベントステータスアップがスキルレベルアップに変更、スペシャルレクチャージボーナス 35% が最大 70% に変更、イメージトレーニング発生率アップ 60% を追加、ぶっ壊れです。2個ぶっ壊れです。旧キャラの中で頭一つ抜けて強くなりましたね。延長できる能力を兼ね備えていて、さらにスペレクジボナも 70% 発生率まで上がって、練習ボーナス賢さアップもかなり高いんで、2個めちゃくちゃ強くなりました。そしてキュウリンも成長率アップに加えて黒緑のイメトレがプラチナカードに変更されましたね。革命の始まりはレベル100の黒カードが黒赤に、スペシャル発生率 50% が追加、さらに5の3発生時最大3ターンのターン延長権利、覚醒の一歩は金のイメトレが赤のイメトレに変更、そして100のイメトレが黒紫のイメトレに変更、常時賢さアップも追加、消える匂いは黒赤のイメージトレーニングがプラチナに変更、そして常時賢さアップ最大 10% も追加されましたね。対象選手も追加されましたね。深海サギと1周年ナギですね。そして最近のサポートカードでもあるブルーロックの真実、これがまた強くなったみたいです。調整後イベント5の3発生時選択肢に応じてコンディションアウェイクニングが確定になったみたいですね。ターン延長が溢れた時に上を選択するとターン延長もらえないんで、今までは下を選択していたんですけど、その場合エクストリームかアウェイクニング、どちらかは運だったんですけど、これで下を選べばコンディションアウェイクニング確定になったみたいです。以上が今回のゲームバランス調整でした。なかなかいい調整入りましたね。旧キャラもかなり強くなって、新キャラが貫突していない人でも戦力上げやすくなったと思います。特に2個ですね。また2個の育成動画もアップしようと思います。ちなみに新サポートカードガチャの無料ガチャ来ているんですけど、1月26日までに無料ゲリラやチケットなどが来ると思うんで、このガチャは引かずに置いておきます。そしてファーストアニバーサリーデラックスガチャ、こちらも1月19日の14時59分まで1回無料になっているんですけど、こっちも残しておいた方が絶対にいいんですけど、交換ポイント100にしてちょっと交換したいものがあるんで12連ちょっと引いちゃいます。ピックアップはイサギとバチラのサポートカード、そして執念ナギ、深海サギ、クエル、待ってるぞヒーロー、この5枚でいこうと思います。いきます。マジで欲しい。2個が強くなったことによって賢さもっと伸ばしやすくなったんで、このサポが絶対当てたい。演出が弱いぞ、頼む。光らない。左ネットも破れず、これはちょっと弱すぎるか。金ボールなし。再抽選チケット1枚入手で終わりです。ここは赤スパは無理せずスルーしたいと思います。今回1周年イラストの記念サポートカードでイサギとバチェラが出てきたということは、残っている国神とちぎりも何かしらで登場してくる可能性が高くなりましたね。1月19日の新キャラはやっぱり1周年記念の国神が濃厚なんですかね。ちぎりはクリスマスでも登場して、サポートカードも前回の待ってるぞヒーローで出てきているんで、どうやって実装されるのか気になりますね。もしかしたらエクストラサポートカードでのちぎり実装と思ったんですけど、エクストラサポートカード
貫突かなり難しいんで、さすがにこのペースでの実装はないか。とりあえず周年系は母体揃えたいなと思ってるんで、少しずつ集めていきたいですね。最後にファーストアニバーサリーチケットガチャ引いていきたいと思います。先日動画で星3当たった人コメントで教えてくださいって言ったら、結構当たってる人いてびっくりしましたね。自分も星3当てに行きたいと思います。いけ国神来い、キッカー国神。おっと、イサギ、いや大丈夫、イサギも星3出してくれる。まだ一回も出てない、金ボールいいよ。左、確定ではない、金ボール4つ、これ可能性ある、頼む、お願いします。一体ぐらい当たってもいいんじゃない。ダメだ、星にしか出ない。今回1周年記念チケット1回も星さん出てくれないですね。その代わりなのかわからないですけど、最近毎日の無料単発が調子いいんですよね。この間時光が出てくれて、昨日もロキが出てくれました。ピックアップしたキャラなかなか出てくれないんですけど、それでも貫突以外のキャラ出てきてくれるんで、かなり無料単発に助けられてますね。個人的には無料単発毎日引けるのめちゃくちゃ嬉しいんですけど、キャラとサポカとサポート器具毎日自分で好きなの選べるようになったらもっと嬉しいなって思いますね。ということで今回は1周年記念サポートカード、イサギ&バチラの性能やガチャを引くべきかどうかについての動画でした。少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。現在 YouTube メンバーの特典変更追加を考えています。メンバー限定 Discord への招待やメンバー限定配信など様々な特典を準備中なんですけど、何かこういったものがあったら嬉しいというものがあればぜひコメントで教えてください。